どうもこんにちは、黒ネタです。今夜の生放送はデッドバイデイライト、初めてのホラゲー実況ということでね、かなり緊張していますがやっていきましょう。まあ本日4月4日にやっと日本アカウントで、遊ぶことができるということでね、早速昼頃にダウンロードしてちょっと遊びましたが、まあ話に聞いていた通り初めての方はすごく苦戦するかもしれないね。いきなりねテストプレイしたらめちゃくちゃ強いキラーに出くわしてしまって、みんな次から次へとフックに吊るされてみんなさようならというのがあったんで、いやーうまくできるか不安ですがやっていきましょう。では生存者でプレイ。あ、ゲームを知らなかったのか。まあ日本語版で出てないんでね。で一応俺はね生存者誰からやろうかなと思ったんだけども、このメグ・トーマスというキャラクターだね。うん、まあまだほとんどパークを持ってないので他のキャラクターとあんまり違いはないんですが、まあ逃げに特化した生存者ということで、まあ難易度初級って書いてあるんでね、この子で行こうと思っております。あと毎度のことだけどもなんか YouTube が止まってしまったりとか音がでかいとかあったらチャットの方によろしくお願いいたします。で、一応レベル4になってね、パークがこちら痛みも木から、まあ、ダメージを受けてる時に、まあ、修理とかが早くなるというのを手に入れたのでつけてますが、まだまだ弱いです。では、ロビーに参加しましょう。あとこのゲームね、マッチングするときとねしないときの差が激しいね。お、来ましたね。ドン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 、よし準備完了だ。あ、同じ服着てる。このピンクって目立つのかな。あと一人帰ってきてくれればゲームが始まりますよ。まあのんびりやってきます。あと今日は本当に初のホラゲ実況ということでね、いつもよりはちょっと短めかもしれません。少し録画を長めに撮って、配信時間は短めかな。途中一回休憩を取ろうと思ってます。いやーイケボー、本当ですか。ちょっとねマイクが音量すごい拾ってたので下げてね、あとちょっと声を低めにやってるんでその影響もあるかもしれませんが、悪役を使う、あーキラーか。ブラッドポイントもな溜まってるから使いたいんだけど、お来ましたねフェンミンちゃん、ゲーマーみたいですねこの子は。さあ始まるようですぜ。いやあんま強い人来ないでほしいな。一応3連続ぐらいね負けたんだけど、その後2連続でね無事脱出することができたんで、ただ味方がすごいいい動きをしてくれたのもあったんでね、足を引っ張りそうで怖いわ。お、始まりそうですね。来ました。いや楽しいですよ。難しいけども面白い、やられても勝っても面白いっていうゲームかな。さあ頼むよ。前々から性格とともに声優しいって嬉しいな。まあこのゲーム前々からね気にはなっていたんだけども、スチーム版とあと海外版、まあ英語表記だね、それしかなくてさ。で PS4 でも出たんだけど、ダウンロードコンテンツを使うためには海外アカウントも必要とか、まあなかなか面倒だったんでね手が出せずにいたんですが、まあこれを機にやる人多いんじゃないかな。もしかしたらこの時間帯に生放送やってる人はたくさんいるかもしれない。
配信者とマッチングする可能性もあるかな。来た。グローニングストアハウト、ハウスだった。マグミランエステート。あ、チェーンソーの音聞こえた。カニバルかな。一応ね、動画とかをちょっとね、見てきたんですわ。さすがにね、あ、一人も、あー、チェーンソーだからこれ、あれか。名前が出てこねえけど。チェーンソーモードだと一撃で倒せるんだよね、確か。では直しましょう。いやー、パークが欲しい。怖え。よし、グッドスキルチェック。あそこに吊るされた。大丈夫か。今見えた気がしたんだが気のせいかな。おっ、グレートが狙いづらい。ああ、本当ね、スキルチェックがむずいんだよな。ほっ、オッケー、グレートスキルチェック。ほっ、あ、グッド。今のグッドか。ほっ、あ、グッド。あ、大丈夫か。ビビってます。今いたよね。ほっ、もうちょいで治るよ。あそこにいるわ。オッケー。というかあの吊るされた人誰も助けてねえのか。ミスった。これ直さずに助けに行った方が良かったかもしれない。ちょっとダッシュで行くわ。今多分向こうにいるから今のうちにダッシュで行けば。あ、ナイス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 。回復してよ、回復してあげる。あ、ごめん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 。痛いよね痛いよね。不器用なんだ俺は。一旦行きましょう。痛い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 。俺らが盾になるか。一家に一人俺がいたら幸せになる？そんなことはないよ。怖い。めっちゃ怖い。助けたいな。いた。いや、奥の人、やばいよな。やべ、俺以外みんな気取ってる。あ、ああ、持ってかれた。あー、さっき助けた人か。あれ、しまった。2回目だったからすぐ持ってかれたね。お、ナイス、助けたね。聞こえるな。いやー、普段の生放送よりね小声になる可能性がある。怖いんだこれ。あ、倒されていい。グッド。吊るされた。助けに行きたいが。やべ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 。あ、死んだ。マジか。体力なかったか。よいしょ。やめてくれ。やめてくれ。あー、壊してる。あ、危ねえ。あ、くそ、ちょっと直すのに集中しすぎた。やばい、もう二人いねえのはきつい。
見失ってくれればいいんだが。壁いたな。怖っ。まえたようだな。いやあ、いやこれきついぞ。一旦隠れる。よし。俺は顔出ししないから。やべえ怖え、出られなくなった我が家から。あ、狭いけどいいとこなんだよ。うん、家賃ないから。あ、嘘嘘、お前嘘やろ。あ、助けてくれ助けてくれ。よく気づいたな。でもそう簡単にフックに吊るされる俺ではない。もがいてみせるさ。ここちょうどフックないんじゃねえか。俺は逃げて、あ、近場、あ、近場、ナイス。いやこれきついな。俺1回目だけどさ、いやあの人も体力ないんじゃねえか。あ、すげえ遠くにいる。後ろにいる黄色いのがそうだね。あ、つけてたのか。あと2人で3つ。あ、一応このゲームはね、ああいう発電機を5個直すと脱出用の扉が開けられるので、そこを開けて脱出ってのは基本的なルールだね。いや俺餌んされてるな。まあそりゃそうか。いや来てはくれてるみたいだが、ありがとう、ありがとう。逃げよう、ちょっと一緒に逃げようか。いやーよく助けに来てくれた。あ、やべ、なんか迷い込んだ、迷い込んだ。嘘、怖っ。味方追ってるか今のうちに。ダメだな。あ、待って、つる、あ、持ってかれるね。結構近場。あそこか。ちょっと待って、助けるから。あ、もう石津さん落ちるのか。いやでも少しでもね、見に来てくれてありがたい。あ、持ってかれた。嘘、俺一人。嘘やろ嘘やろ嘘やろ、嘘でしょ嘘でしょ。あとね、残り1人になってもね、2つ直しとけばね、脱出用のゲートがね開くんだよね。でも俺見つけたことないよ。いや、こんな状況今日朝練習した時なかった。ひ、おい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 、放送一発目これかよ。いや、いるな。あ、あーくそー、左だった。あ、ちょっと優しいキラーでしょ、あなたは。あなたは優しいキラーだ。全滅なんて狙わない。そうだろう。俺をハッチまで持ってってくれるんだろう。お、本当に本当に、ありがとう。マジかマジか、本当に本当に助けてくれた。あー、神様っているんだね。あとポイントもなかなかうまいじゃないか。うわぁ、やったー、ランク19になった。本当に助
てくれるんかい。ありがてえな。無慈悲。素早く復帰できる。あ、なるほどね。攻撃ミスっても、あんまり硬直がないのか。なるほど、それいいな。優しい人いたよ。神様だったね。味方何これ。置き去りにされたもの。あ、俺かな。最後の人になった時に、修理が必要な発電機1台ごとに、修理速度が上昇。あ、そういうのもあるんだね。まあ、こうやって見るのも楽しいんだけども。一応俺がつけてるパークは、傷を負ってる時に、味方とか自分もかなの治療と、あとは解体とかのスピードが上がるってやつなんだけどね。で、手に入れたこのポイントだな。このポイントでこのスキルツリーを排除していくみたいな。でもほんと最初はなんかね、アイテムぐらいしか取れないんだよね。何これ。あー、まあ取っとくか。最初は本当にアイテムぐらいしかないらしくてさ。これでレベルアップ、レベル5。そろそろなんかパーク欲しいな。あ、来た。素早く静かに来た。これ障害物とかを、乗り越えやすくなるんだっけかな。ここか、4000の、どうせ8000。なかなかきつめ。まあ、どんどん行きましょう。今のとこ、配信の方とかも問題ないみたいだし。いやー、まさか一発目からこんな奇跡的な人が来てくれるとは思わなかった。てか意外に近場にあったんだな、ハッチ。さあ行きましょう。まあ、ホラーゲーといってもね、そこまで、なんだろう。バイオハザードとかさ、ああいう系統よりは怖くはないと思うんだが、キラー側がね、急に来るときあるのさ。で、キラー側は、実際にマッチングするまで、相手は何を選んでるのかわからないんだよね。それも怖い。ああ。まあ、ちょっとロードが長いんですけどね。あ、来ましたね。アダロフズ・レフティング・プレイス・オート・ヘイブン・レッカーズ。もう目の前に。さて、探しましょうか。味方も周りにいねえな。ここないのか。あ、この中とかありそう。あ、あったあったあった、普通になったわ。怖え。これ見ながらやんなきゃいけないからな。ほっ、グッド。お、早い。いないか。おっ、なあ、グッドか。あ、味方か、びっくりした。嘘嘘嘘嘘嘘。トラッパーか。ちょっと俺が時間を稼いで、ち
間を稼いで、あ、待って、早い早いな、おい早いよ、逃げたかったのに。何をするゲーム、脱出するゲームだね。ああさっき俺がいじってた発電機を直して脱出ゲートを開けて、ね、逃げると。でキラー側はできるだけ殺してやろうってやつだね。あ、味方その中にいたのか。助けて。あ、やばい、それやばいよ、やばい、いった、俺それ俺、やばい。あ、この人を逃がさないつもりだな。ちょっとキラーさん、向こうで君のトラップに引っかかったやつがいるみたいだぜ。行かないのかい、行かないのかい。あ、レイジさん、いらっしゃい。今ね、絶望的な状況ですやばい、助けに来てくれ頼むよ頼むよ、君は優しいキラーじゃねえのかい。ありがとう。どうすかな、あんまりここにいたくねえけど、この状態だと俺は修理も確か早くなるはず。一人倒れてるな、向こうか。あ、ナイス、ここを直してプレッシャーを与えていきたい。おお、来たか、ナイス。協力すると早くなるからね、ありがとう。直してくれるかい、ありがとう。ああ、いい手です、いい手ですよ、ありがとうありがとう、君は優しい人だね、ありがとう。なんか一応なんか連続屈伸がね、ありがとうとかの合図らしいよこのゲームやりすぎると煽りになりそうだけど、助けに来ていくの、それどこ、あ、そっち行ってから行くのか、面倒だな。ちょっと走って、味方も来てくれるから助けに行きますか。ちょっとこっち側に行くわ。巻いた？いやー、これ無口になっちゃうよ。あ、近場にいるね。やばい、あ、見つかったかな、あ、さっきの人かな。お、びっくりした、お、びっくりした、ビッグ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 、お前ちょっと味方こっちに来たのね。もうせっかく攻撃されたんだったらもうできるだけこっちに移動して、もう一人やないかい。ここで時間を稼ごうか。あ、嘘、ダメかよー、間に合わずー。びっくりした、なんか突っかかんなったの、突っかかったと思ったら味方にぶつかってたのか。で味方がこっち逃げてきた、あ、やべえと思った頃ね、遅かったわ。君は優しいんだろ、優しいんだろ君は。あ、ちょ、やべえ、あの人も助けられず、痛いです、痛いです。あ、ちょっと待って待って待って、そっか、俺2回目だっけ、やばいやばい、頼む、みんな、みんな近くにいるね。ヘイヘイ、罠置いた罠置いた罠置いたよ、そんなところにトラッパー。あの、プリーズヘルプミープリーズプリーズヘルプミー、やばい、俺死ぬ、俺の体力がもうない。ヘルプミーヘルプミーヘルプミー、お願いヘルプミー、来れないかヘルプミー。あ、ちょ、あの、ちょっとちょっと、頼む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 、
見てないで、見てないで、ちょっと見てないで、ありがとう。怖い。どうすっかなこの状況。あ、トラバサーミ向こうに行ってくれるかな。カラス、ね、カラスもね飛び立つとキラーにバレちゃうから。どうすかな、これはなかなかだぞ。近いな。あ、痛い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 。いやー、これまたもう一人の人に助けに行ってもらおうか。ちょっと、いた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 。いや、これ味方もいけんか。くそ、近づけねえな、ずっとあそこうろうろしてる。いけるかな。いや、あれ助けられんぞ。ナイス。いや、これ見捨てるしかないのか。一応ホラーサバイバルゲームだから、ホラーゲーではある。まあね、少し違うかもしんないけどね。怖いんだよ実際やると。ああ、もうあの人逃がさない気だね。あの人はごめん、助けられず。あぶね、今横いたよね。直せばゲート根の電気が行くよ。お、どうすかね、向こうに行ったから今のうちに。あ、ここか、地下。罠気をつけて。ないね。あ、こんばんは。あっと、味方が向こうで引きずられた。とりあえず開けよう。とりあえず開けてプレッシャーを与えて。よし、もう出ようと思ったら出られるが。助けに行くさ。いや、あの逃がす気ねえかな、遠いな。とりあえず近場まで様子を見に行こう。あ、もう手当てがやばい。あれ、ゲートの近く？お、開けてんな。まあ、体力に余裕があるから、あの人は。ちょっと慎重めに行こう。ドラバタミ踏んだら終わりだからな。どこだ。いやー、うろうろしてるな。
バレた？大丈夫か？いや、開けてんな、そこ。やべ、ぐるぐるしてる。いや、これダメだ、これ。あ、ダメです、ごめん。あれ無理だわ。やべ、道迷った、こっちじゃねえや。いや、あそこぐるぐるされちゃもう出られねえって。あ、出られねえじゃねえ、助けられない。軽く出口の場所忘れているが大丈夫かな。俺はこっちだったような気がする。あ、そこだ、来てるね。そんな、そんな嘘ですやん、ちょっと嘘ですやん。何その攻撃。でもチャンス、あ、まダメ。先回りかよ。あー、助けに行くことを見捨てたからか。待てて、ようやった方だろう。ああ、ちょっとカクついてるで。え、自分のトラバトミにハマってやがる。でもこれまた切りつけられたら終わりやで。頼む、逃げさせて。オッケー、やったやった、二連服脱出成功。いやー、ごっちゃんゴールですな。あーあー、お、怖え。ああ、ほら、相手強かったんじゃねえの。あ、ほとんどつけてねえ。何これ、不安の元凶。うん。あ、発生確率 6%。 あ、だからか。だから一気に来たんだね。なるほど。いやー、俺だけが逃げたな。まあ確かにね、ホラー、そこまでホラーかどうかって言われると疑問ではあるんだけどもね。いやー、でもこれでパーク2つ目。でもレベルが低いから、まあつけられねえかな。これね、やってる側怖えんだよ。一応これも取りますか。よいしょ。で、違う。装備だからこれだ。このパークをこっちに素早く静かに、あ、音も立てずに済むのか。で、発生する、あ、なるほどね。はい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 、まあ重要ですな。よし、じゃあこれでもう一回ロビーに行きましょう。ああ、まあほんと唐突に始めたからね、あんまり見に来れてる方は少ないと思いますけどね。いやー、もうラッキーだよ。ラッキー、もうラッキーとしか言いようがない。あ、ちよちゃんさん、こんばんは。まあゆっくりしてってください。配信の方も問題ないかね。うん、よっしゃ、行きましょう。
あ、ポイントが上がるやつだな。確か。うちの PS4 がちょっとうなってるけど大丈夫か？このまま3連続逃げたいけども正直さっきのキラーはあれわざとかな。いやでも脱出口からキラーが出てきた瞬間びっくりしたわ。俺がちょっと道に迷ってる間に一気に先に移動したんだろうね。マジか。あれ映画でよくあるやつだよな。見捨てたやつから死んでいくっていう生き延びましたが、逆にホラー系の映画の主人公によくあるパターンだね。本当にダメだと思ったら奇跡的なことが起きてみたいな。グローニングストアハウス、またミランエステート。後ろにトーテムあるな。壊すか。あ、なんかついたぞ。あれはなんだ。え？ん？なんだ？あ、なるほど。ホストか切断だからまああれだな。キラーが回線切ったのか。俺ホストじゃないはずなんだよな。部屋立ててるから。あ、立ててねえから。確かキラーがその部屋のホストになるんじゃなかったっけか。まあ今回は参加型ではなくてソロでやってるんでね、みんなもコメントつか、まあ、チャットをしづらいだろうけどまあ楽しんでってくださいな。ただ見に来てくれてるだけでも嬉しいからね。そんな中なんか楽しそうとかさ、うん、声いいですねとかって言ってもらえるだけで本当に嬉しいから。まあ一応サバイバー側はフレンドとチームを組んでやることもできるんでね。まあ近いうちに参加型デッドバイデイライトをやってもいいかなとは考えてます。さあ、トーテム壊そうと思ったら切断されたからな。いやー、ほんとね、これ、つけれるパークとかも覚えなきゃいけないんだよね。強力なやつも結構あるみたいで、あの立ち回り方はあのパークつけてんじゃねえかって考えなきゃいけないとかあるみたいで。来ましたね。シェルターウッズ、マクミランエステート。頼むよ。あ、工具箱。違う。これ、こう、板を倒した時の土台の土台のやつだ。しまった。まあこれが初心者たるゆえんですから。言えてた？あ、カラスか、びっくりした。あ、味方も。びっくりした。あれ、一人。何のキラーだこれ。てか発電機がない。ここ脱出口か。あ、トーテム。まあ壊しておいて損はないからな。向こうか。ジョーカー。
今のうちに1個ぐらいつけたいな。ほっ、あっち。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。一応みんなの方では配信大丈夫かな、画質とかくるくるしてないとか。こっちに来ねえな。おっ、味方も行ってないか。おっ、一個直せばこっちに来ると思うんだが。おっ、全然来ねえ。なかったか、ごめん、マジごめん。直すのに集中しすぎてた。あの人誰からも助けられず終わったな。これ何のキラーなんだ。近場にいる。え、なんだ。姿が見えん。姿も見えんにし、みんなからのチャットもないから不安でしょうがない。あ、向こうか。え、なんだろう。おっ、はい、いやー助けたいけど、キラー何なんだ。いや、助けに行くか。あー攻撃されたね。もう一度よし、行くぞ。え、何のキラーだ。再開。あれ、早っ。向こうか。直しちゃいたいな。え、危ねえ。いるな。あ、あっ、後ろか。全然分かんなかった。よいしょ。クー追ってきてるね。いや、このまま助けに行くのはなかなかきついぞ。あー、先回り。でも味方よくやったな。あ、
下にいるね。いや、あの狭いとこの地下では無理だぜ。いやー、あの人はもう無理だな。あれ、まだいけるかな。あっち。いや、まだまだまだ。これまた脱出ハッチコース見ている見ている見て、うぇっす。ははやめてくれよやめてくれよいやーすげえ後ろで見てたなあ、近いいやーこれ無理だろう。あの人もう体力ないもん。もしミスって捕まったら多分即アウトだからな。え、来てくれんの。いやーきついでしょう。いやー無理するな。左の方に直しかけのやつあるから、それ直して君だけでも逃げてくれ。俺が朽ち果てればハッチが開くから。いや見つかってるんじゃない。あ、ナイスナイスナイス。いやこれまたぐるぐるしてるね。来てくれんの。よし、キラーどっちに逃げたか見てなかったな。いや、来てるね。痛い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 。あの人が攻撃されたか。あ、違う、これこの発電機じゃない。開けてるな、ここ。いやーきつい。どこだっけ俺直しかけのやつ。しまったなー、見てなかったなー。見落としたぞ。あ、ありがとう。いやーこの人優しいなありがとう。直す？いや来てるよね。大丈夫か。いや来てるな。ああ蹴ってる。一気に遠くに行くしかないか。遠くに逃げつつ直していこう。あっ、これでこっちに来るかな。意外に近場にいたな。やばい。くそ。どこ行くどこ行く。あ、結構こっち来るね。そこか。助けてあげたいが。やばいね。あ、
やばい。生きるでしょ。いやー、よし、また会おう、また会おう。ちょっと今一緒になるんだ、きつい気がする。あ、怖っ。こっちの方にないのか、発電機は。板がここね。あー、攻撃されたか。いやー、しつこく狙ってくんな。ここしかないの。向こうか。ちょっとこっちで音を鳴らすか。あ、持ってかれた。やばい、また俺一人で逃げる流れ。でもこれきついぞ。グレート、ここでグレートを出していく。待った。あ、後ろにいました、後ろにいました。見てください。無理だってこんなの。これはもう無理だ。いや無理でしょこれは。あ、痛い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 、スピードアップ。キラーの攻撃伸びるんだよな。壊してるね。やばいな、さすがに、さすがにバッドエンド迎えそう。ラス、いや来てるね、来てるでしょう、そりゃ来るでしょう。逃げることしかできん。いや俺の命もあと少ないよ。いや痛っ。無理だってそんなの。いやもう発電機もほとんど壊されてて修理もできてないし、あそこで俺助けに行ったのは間違いだったかな。あ、これもうさよならですな。さよならです、さよならです。いやー、きつかったなー。あ、もう結構50分ぐらい撮ってんのか。一旦休憩しますか。いやー、せめてポイントだけでも。あー、1枚いかずか。でもまあまあもらえたね。いかず。いや、これ相手さん結構強いのか。なんだこれ。あ、出た、バベチリ。これ聞いたことある。結構サイトに載ってた、気をつけた方がいいって。フックに吊るした時に、そのフックから遠くにいる生存者を見ることができるやつだ。バベチリだ、通称。だからすぐ来たんか。あー、なるほどね。お強い。よし、じゃあまあ一旦、初のねデッドバイデイライトホラーゲーの放送一旦、あ、動画をね止めようと思います。動画として上がってるものを見に来てくれた方はご視聴ありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録や高評価お願いいたします。では放送の方は少し休憩になります。